灯籠とは、術理により技を連結した一人型のことです。灯籠もまた五行拳と同じように陰陽五行説に基づく自然な技の連なりの体得を目的としています。五行連環拳は五行拳を主体として連結した灯籠です。経経四破水は十二経験の中の経験を中心に五行拳十二経験を連ねた灯籠です。座敷水は基本の五行拳と経緯十二経の動作以外の拳法を使って組まれた灯籠です。五家法は経緯拳の対打法の一つで、二人で行います。両者の動きが共にそれぞれ5つの動作で組まれ、簡単な動作ではありますがとても強力な攻撃法となっています。対打は3打、自由組手の全段階の練習であり、実際に戦う時と同様な真剣さが必要。